皆さんこんにちは。寺脇健の映画を見よう第3回目となります。今回も元文部科学省官僚で映画評論家であり映画制作プロデューサーである寺脇健さん、そして、はい、デモクラテレビ本会議でおなじみですが映画倫理機構名称者審議会委員の吉田智美さん、はい、そして映画俳優の卵であり寺脇健さんの教え子である木村和樹でお送りします。はい、よろしくお願いします。はい、では前回の放送の時に告知をさせていただいたんですけれども、もう一度映画子どもたちをよろしくが1万人突破記念特別上映を行います。こちらが新宿のピカデリーで10月6日夜6時から開演となっております。この回には寺脇さんはもちろん私も出るし木村君も出るでしょ、はい、出演者なんだから。もちろんと話します。出演するした俳優さんたちもみんなその感謝の気持ちを伝えたいっていうんで、多くの、まあ、仕事の都合で来られない人もいるけど来てやりますし、まあこれもともと前川喜平さんと一緒に企画したものなんで、やっぱりこういう子どもたちの厳しい状況っていうのを変えようとしない、それを自分で何とかしろ、自助だ、自己責任だっていうようなことでいいのかっていうところから始まってきたのに、新しい政権の看板が自助、共助、公助だという話、ちょっと待てよっていうのを言いたいんで、前川さんとそれから室井佑月さんが私も行くよってこう言ってくださったんで、熱い会になりそうですね。そうですね。終演後やりたいと思ってます、うん、まあ1万人突破したからもうこれで終わりっていうんじゃなくて、うん、いろんなところで今まだ上映が続いていて、寺脇さんこの間呉にいらっしゃって、はいはい、クレのポポロザっていうところなんかはね、これは本当にあれです、全く知らない映画館から向こうからやりたいっていうのが今回いくつか出てきてるんです。普通ね、映画ってのはこっちでやってくださいやってください、こういう小さな映画はね、それはそのハリウッド映画だったらうちでもやりたいあっちでもやりたいって言うだろうけど、それはやっぱり大きなチェーンが抑えてるからダメですよみたいになる、こういう映画にその向こうからやりたいっていうのを言ってもらうっていうのはもう本当に珍しいことなんですよ。こういう映画作りましたからやらせてくださいっていうのが基本、そこへ呉のポポロシアターっていうとこからうちでやりたいんですけど、えそれどこにあんのみたいな感じで、私実は恥ずかしながら知らなかったしみたいなんで、いや配給宣伝の人たちも知らない、うん、どこなんだろう、うん、行ってみたら本当にいい映画館だったり、うん、それからなんか吉田さんも一緒に行ってくださるみたいだけど、はい、その東北の被災地、うん、岩手県ので宮古大槌、それからあと釜石とかでもやるのかな、4カ所でやるんだけどとりあえず2カ所、はい、でこれもね嬉しいのは、これもこっちからはいけないですよ今、うん、岩手県、うん、やらせてくれっていうわけにいかない、それをやりますっていうお話があって、やってくれんのと地元の人たちが企画して運営する上映会のね、これでやっぱこの間もう聞いたら、うちの町に東京から大っぴらに人が来るのはこれが初めてだみたいな、ある町ではそう言ってる、それまではもう来ないでくださいって、まあ、行く方も行っちゃいけないなと思うからこっちから行こうとは言わない、で向こうも呼ぶな、でもこれはどうしてもやりたいし、どうしても来てくださいって言われてね、いやこんなん初めてですよ、なかなかむしろその町に自分も行ってなんかやりたいと思ってる人たちから、えどうして行けるのみたいな、でもそれは地元の方でこれをやろう、この映画をやっぱりどうしても見ようっていうふうに思ってくれてるとかね、いうことで大体映画館もね全国も大体最終的には60館ぐらいで今決まってますけど、さらにいくつか増えるかもしれないけど、
もうその在宅もあったから、今まではやっぱり映画館が優先だから、自主上映会っていうのはちょっと待っててくださいって言ってたら、その東北も皮切りにいろいろなとこで全国各地でこれからうちの近辺には映画館ないけどここでやりましょうみたいな話も出てくると思うんでね、本当にね映画を見た人が本当にやっぱりこの映画を見て、まあもともとこの映画の場合はネタバレあり、最初からこれは重苦しくてちっとも楽しくない映画ですよっていうことを言っとかないとみんな怒っちゃうだろうからっていうんで言ってたら、もうそれを覚悟して、もうこの頃は特にそれが知れ渡ってきたからみんな覚悟して見に来られるけど、やっぱり見てよかった、これ本当にやっぱり考えなきゃいけないことなんだよねというふうに言ってくださる。特に子どもの貧困、ずっとここのところ7人に1人が貧困だ、でこの映画のキャッチフレーズでもそれ7人に1人が貧困の状態にどうだったらね、このコロナになって5人に1人になってると、さらにっていうことですね、はい、専門の方々、まだその7人に1人の時と違って統計取ってるわけじゃないけど、5人に1人は貧困だと思って考えなきゃいけない、それぐらいのきつい状況なんでですね、この映画はまだまだこれもうしぶとく、だってこれあれでもなんか旬のものを当て込んで作ってるわけじゃないんだから、いや早くこんな映画もう今は何もこの中に起こってるようなことは何も起こってませんよってなったらね、これはもういいことなんで、そうなる日が来ればもうそれは上映しなくてもいいかもしれない、むしろ昔こんな時代があったんですかとかって見るような映画になってくれればそれは一番いいんだけどね、残念ながら今はねますます悪くなってますよ。特にその、貧困っていうのが今見えにくくなってるっていうね、ことはよく言われていて、だからこの映画でも多分普通に学校通ってる歩いてる子どもたちの中にこういう状況に置かれた子たちがいるっていうことは確実に、そうなわけで、だから昔だと本当に、私たちの時代って言ったらですけども、はやっぱり貧しい子たちのお家が大変なんだなというか、やっぱり分かったんですよね、もう見えて、そのいろんな意味でその差異が見えてた、見える貧困というところ、今はとてもそれが見えづらくなってるっていうのはいろんな専門家がご指摘されていて、だからこれを見ることによって、その周りの人たちへのこうある意味では感度をね、よくしていかないと、お互いに支え合ったりちょっと声をかけることによって、何かがねその中で少し好転することってゼロじゃないと思うんですよね、周りの人がその過程を見てるんだよっていうね、特には虐待やなんかの場合には、なんかそういうことをもう一回思い出していただけるのかなっていう気がしますよね。これはだからね、先週から昭和のアイドル映画の話を木村が興味を持ってくれて、木村君が興味を持ってこうやってくれてるけれども、その時代は確かに今より貧しかったわけですよ、全体に貧しい。だからよくその我々年代の人の中には、今貧困貧困って言うけど俺たちの若い頃や子供の頃はもっと貧困だったのに何甘えたこと言ってんだみたいに言う人もいる、それは確かにそうです、そうなんだけども、その今吉田さんが言われたその貧困が見えにくくなってるっていうのは、見えにくくなってるというより孤立してるからそうなってる、つまり前はね、これはもう子どもたちよろしくを見に来てくださったある私よりちょっと上の段階の世代、全教頭世代の弁護士さんが言ってたけど、いや僕はもう学生の頃から、50年前学生の頃に貧困を助ける運動をしてた、でも今全然違うんだよね、違うんだ、これ見てまた改めて思うけど、昔はそういうとこにセツルメントなんていうのがあって、それはどっちかというと共産党審判の学生がそこ行ってる、でセツルメントってそこ行くと、そうするとそこが貧しい人ばっかりいて、みんなで助け合って生きてると、今はみんなが孤立してるから助け合いようがないわけですよ、まず自分が貧困だっていうことを隠してるわけだし、それからアパートで住んでるから見えないわけで、家の中の生活が、あそこんちはやっぱりこれはちょっと貧しそうだよねなんていう、外から見えないって、そので
見せないっていうのは見せたくないと思ってやってんだろうけど、その代わり孤立しちゃうわけで、うん、誰も助けてくれない、自分の子供の面倒を誰も見てくれないから自分がどうしても耐えられなくなって、遊びに行っちゃったら子供が死んじゃったみたいな話になって、ね、最近もありましたよね、来るわけでね、うん、昔だったらそれはああ分かった、私が見とれてやるから、うん、まあたまにあんた門前ぐらい行ってきなさいみたいな話、うんうん、それがないっていうね、ところだと思うんでね、うん、そういうだから単純に昔の方が貧しかったとかもんじゃなくて、だから、ね、だからね、うん、今の方が貧しいなんて私も言いません、うんうんうん、今の方が苦しい、貧苦って言いますけど、うん、いわゆる貧苦が昔より苦しいんですよ、うんうん、ということなんだな。だから そこのところを やるためにここのやってんで、早くだから本当は政府が控除するぞ言ってくれれば、自助やっとけよ、自助で自分でやれよじゃなくて、控除でとにかく少なくとも子供が食べたいものも食べられない、お腹減らしてるっていう状態だけは絶対国の力で、うん、っていうことは、国の力っていうことは、しかしその国っていう国王がいるわけじゃないんだから、日本の大人が全部俺の税金そっち使ってもいいよって言うよねっていう話で、ああいいいいよって言ってくれれば、それ使ってとにかく子供だけは飢えない、うん、あるいは死なない、うん、誰かが面倒を見てくれる、うん、で進学を諦めるなんていうこともなくできるっていうのを作っていくっていうようなことはあり得るんだって ね、 それを自助なんていうのはねとんでもない話で、自分はどっか集団就職したからとかなんとか言ってるけど、本当に集団就職かどうか知らないけどさ、そういうなんか俺は自分で切り開いてきたぞとかね、私らの時代だって貧しかったんだぞっていうのはね、ちょっとまた外れ、うん、そういう意味でもね、この昭和アイドル映画の時代を見るとね、あ、この時代の貧困ってこういうことだったのっていう話なわけですよ。あれです、ちょっと先週に戻れば、先週木村君が紹介された第一グループの映画の中の憧れっていう映画は、内藤陽子が主役なんだけど、内藤陽子はの相手役は田村亮さんっつって、田村正和さんの弟にあたるわけですけど、その2人の男の子となるか、2人とも親に捨てられてっていうか、親がもう養育できないって。児童養護施設、今でいう児童養護施設で育った2人がいると、はい、それで男の田村さんの方はいい里親に恵まれて、すごいもうお金持ちの、うん、お金持ちではないんだけど、いわゆる、ま、の商売やってる家に行って、そこの若旦那、跡取りがいない大きな店の大きくもないか、まあね、商店の若旦那になってこうしてる、うん、ところが内藤陽子の方はもう誰もそういうのがないから、自分で個人を出て中学卒業して働いてる、そこに自分を捨てた親がお金をせびりに来るみたいな話になってる。 その貧困の環境っていうのは、そういうのは今だっていっぱいいるわけです。今、いや、この時よりいるの、むしろ親が戦争や事故で死んだ子供っていうのは今の方がはるかに減ってるわけですけれども、うん、その親がもう育児放棄して、うん、まあ、いわゆる昔で言うと捨て子っていうんですけども、そういうふうな状態になってるのは今の方がむしろ増えちゃってる、これ何なのって。 でも今の方が美味しいもの食べてるだろうみたいな話では、またそこもなくなってくるわけなんでね。そこら辺のところも見て、あの時代どうだったのかなっていう、高校大学に行きたいけど行けないとか、高校に行きたいけど行けないっていう話も散々出てきますよね。まあそういう話なんですけどね。ただ今日木村がなんか興味を持ったっていうのは、その逆のなんか一番若大将一番活気がある、うん、活気があるし、まあ、一番恵まれ、その時代の恵まれた若者の世界ですよね。はい、うん、それで、はい、じゃあ若大将、うん、若大将行きましょう。若大将行きますか、はい、若大将のシリーズ見たんですけれども、ハワイの若大将見て、うん、すごい今
オリンピックちょうどオリンピックの時代、うんうん、おばあちゃんがもう肺からで、うん、英語の勉強しつつ、うんうんうん、で若旦那も大学やめあの学校辞めてじゃあハワイ行く青大将に取り戻しに行くという話があったんですけど、本当に見ただけで昔の作品じゃないですか。だからその今とは違くてはあの古い感じはするんですけど、それが新鮮、新しい、その時代の中で新しいイメージがあって、すごい華やかな、華やかさを感じた、華やかさ、それはだからこの本の中でそう思ったんでね。だから今度、はい、この間のこの間も紹介してくれたこのアイドル映画の時代の中では若大将シリーズは残念ながらありません、うん、なぜかっていうと若大将シリーズってのはもう散々この映画館でもやってる、みんなが見てる、それこそあのいろんなとこで見るチャンスがあるものだから出てきてないけど、でもそれは逆に言うとそれだけ見られてるっていうことはその時代を代表する映画だとも言えるんですよね。実はアマゾンプライムでも見れるんですよね、これ。あ、そうなんですか。はい、若大将全部じゃないけど全部じゃない、はい、いやだから乗ってのあのプライムで、つまり追加料金なしで見れるのに入ってるのでちょっとびっくりしました、はい、何作まだ1作しか見てないの。あと大学の若大将、うん、最初のね、ユーネクストその2つか3つしかなくなってないんですけど、うんうん、いやだからこれも本当にあと1961年からとりあえずシリーズが終わるのが71年なんだけど、その10年間に日本がこれはね、若大将シリーズってのはね、日本の一番豊かな部分を描いているので、でも一番豊かな部分の61年の一番豊かな部分と71年の一番豊かな部分っていうのはぐーっと上がってるわけですよね。今あの木村が言ったみたいに61年の時点では日本人は自由に外国に行くことができなかったわけです、うん、63年かな、海外渡航が自由化されるっていうのは、つまり外国行きたいなと思ったら誰でも行けるっていうのは、それまでは特別に許可がもらわないといけない、だから今それが戻ってるんだよね、その50年後に今誰でも行けなくなってるじゃない、PCR 検査を受けなきゃいけないとか14日間ここにいなきゃいけないとか言ってなった、その今外国 の状況がね、今外国に行ったり来たりできない状況っていうのはこの時代には普通のことだった、うんうん、あとものすごく高かったっていう、ね、高かった、もちろんだから高いわけですよ。それであれだよ、有名な CM で、サントリーが作ったトリスを飲んでハワイに行こう、そうですね、でトリスを飲んでハワイに行く、うん、でもねあれみんなだからこうハワイに行きたいと思ってトリス飲んで、すごい有名なCM だった。ところが後から明らかになったのは当選した人もあんまり行ってない、行ってないんですか。つまり行ってないのは行きたくないんじゃなくて行けないんで、やっぱ行くのにいろんな事情があって、まあ、そのつまりまずその渡航の許可をもらわなきゃいけないとかいうのがあったりして、結局ハワイに行かずに代わりに何かもらったみたいなねことがあるぐらい、まだだからその外国に行けないわけですよ。だから若大将なんてただの大学生がね、そんなハワイにポンと行きますなんていうこと自体がいけない。だからこれをね、娯楽映画、これは娯楽映画一般に言えるんですけど、代理欲求満足というわけね、自分が全然モテる男じゃないのに映画の中でモテる男の人って自分もそうだよっていうふうに、代わりにモテる気持ちになっちゃうみたいな感じで、ハワイに行きたいなと思っても幸せですね、幸せですよねハワイに行きたいなと思っても行けないけど、映画の中の若大将はハワイに行って、ああってこんなってサーフィンやっててああって思っちゃう。このシリーズが何で終わったかっていうことを言ってる時に、このシリーズの後半最後の頃に担当した、今まだお元気だけど小谷嗣信監督って、私ものすごく可愛がっていただいた監督がいて、今ももちろん元気なんだけど、小谷さんが言って、もうこのシリーズはね代理欲求満足で始まったんだけど、もう代理欲求じゃないんだよ、71年だったらみんな外国行けるようになっちゃってなってるから、そんなの見てもちっとも羨ましくないんだよね、でそれが夢じゃなくなってるんだよね。だから本当にこの10年、その10年間にね、これはもう私もずっと言ってるけど、この60年代の10年間に日本は急激に
豊かになって、そして実はそのもう71年の日本と今の日本ってあんまり変わらない、変わらない、この50年あんまり変わらないっていう意味はね、うん、なんていうのかな、新宿 の、 西口の高層ビルができたのが70年ぐらいよ。だからあの情景っていうのは今だってあれ以上のすごいものは出てきてないじゃないですか。そうです、その高層ビルっていうのは出てきた時にその30階以上のビルなんていうのは初めてできたのは霞ヶ関ビル36階で、それができたのが67年か8年か、その後映画ケオプラザ、うん、ケオプラザとかそれからサンシャインとかできるじゃないですか、うん、サンシャイン、そうですね、でも今さ例えばその日本にさ100階建てのビルがワンワン立ってますみたいな状態になってるわけじゃないし、うん、それからそもそもが高層ビルなんて想像もしないものができてるけど、今それ以来想像もしなかったような建物ができてるってことはないでしょ、単にそれがタワーマンションになったって、うんうん、だからね変わってないの。もちろん70年代でも田舎に行くともうそれはもっと昔のままだけど、つまり 最先端、つまり東京ですよね、東京はね変わってないんですよ。私が東京に出てきたのが71年で、71年の東京と今の東京っていうのは基本変わってない、うん、もうその時から地下鉄は走ってるし、うん、これはあって、なんかその71年から今日までの間にとんでもないものはできてない、うん、そういう、だからある意味もう日本の一番その豊かっていうか最先端の部分っていうのはそこで完成してるんです。あとはそれをその北海道でもそれ、札幌でもそれがあり、うん、金沢でもそれがありみたいに、うんね、みたいにそれが全国に広がるには50年ずっとこうかけてこう言ってるけどね、うん、ということなのよね。だからある意味逆に言うと進歩がないとも言えるんで、64年のオリンピックや70年の万博をまた今やろうとして、なんか万博担当大臣とかいうのができ、もう早くもできちゃったらしいけれども、なんかその全然進歩がないんだよ。オリンピックをやろう、今ね、万博をやろう。これ1961年から71年若大将シリーズで、多分私や寺木さんのすごく記憶にあるのが金高薫世界の旅、うん、あれが1959年から始まってます。だから多分本当にこの60年って今寺木さんおっしゃったように、日本がまあある種高度成長期で世界にも目が向いた、でもまだいけない、まだすごい高値の花っていう時に、このシリーズがやっぱりそうやって、これ結構あちこち行きますよね。結構行きますね、海外ね、はい、だからそれは本当に私たちが画面で、その当時の人は画面でしか見れなかったっていう、そういう世界を描いた、だから一般の人にはもう本当に高嶺の花みたいな世界を映し出したんでしょうね。だから今、金高薫世界の旅、これもねものすごく、あれ日曜日だか土曜日の午前中から始まって、それで1時間くらいの番組だったのかな、その金高薫さんとしては世界に行くんですよ。でそれが59年っていうのも象徴的で、59年っていうのは日本にテレビが普及した年なんです、うん、59年に今の要するに平成の天皇皇后が、はい、皇太子ご成婚っていうのが59年の4月にあって、うん、その時にテレビの台数がドーンと増えた。だからテレビ時代がそこから来てるわけですよね、うんうん、でそれに合わせてそれが始まるわけでしょ。っていうことはそのつまり世界旅行をやって番組作ったって見なきゃ意味ないじゃないですか、うんうん、そうですよね。それがもう大勢の人が茶の間で見られる状態ができてる、うん、だからつまり茶の間と世界がつながったっていうのはその時なんですよ、うん、茶の間っていうことはつまり一般の人たちの一般の家庭とその世界がつながっていった、うん、それまではもうとにかく日本国内でなんとか食っていこう、なんとかしよう、なんとかをしていこうっていうふうに、それこそドメスティックに生きてたわけだけど、そこから大世界っていうのが出てくる。でもまだ自由に渡航はできない、でももうそれから5年も経つと、3、4年も経つと渡航ができるようになる。それは東京オリンピックっていう存在がすごく大きかった。だから東京オリンピックを1回目のやった時にはものすごく意味があったんだけど、今度のは単に50年前のノスタルジーやってるだけで、何らそれによって新しいことが、新しい挑戦が
できてくるなんていうことになってないんですよね。だからある意味よくあの言われるなるほどと思うけど、そのこの何十年か日本は何にもしない、それはすごい我々にとってぐさっとくるんですよ。お前たちが大人でずっとやって何も進歩してないじゃないかと。この時代にやった人たちは我々の親の世代だけど、俺たちの時代はこんだけやったのにって言われて、反論できんよなみたいなのがあるんですよ。だからその若大将シリーズだって、若大将シリーズの中に出てくることっていうのは大体今でもやってることでしょ。やってますね。ヨットに乗ったりとか、スポーツね、そうですよね、スキー、でもその頃ヨットに乗ってる人なんてもう本当さ、同世代の中の、何十人かしか乗ってないような話、ね、でそれがみんなができるようになりましたというだけの話で、そこになんか新しいものが出てきてない、っていうことなんですよね。でそれと同時に若大将シリーズって、まあ、いろんな要素があるから受けるわけだけど、そのさっきあんたが言った元気なおばあちゃんっていうのは飯田長子さんっていう、もう戦前のからやってきてる女優、でそのおばあちゃんがいて、でお父さんっていうのは有島一郎さんっていう、だから飯田長子さんは明治生まれの人、有島さんは大正生まれの人、若大将は昭和の生まれです。その3世代が、明治世代と大正世代と昭和世代が一緒になってやってきた、今実はその昭和世代と君らみたいな平成世代がいて、それから令和世代っていうのがこれから出てくるとして、こんな風に共存するっていうことがあるだろうかっていうより、3世代同居だからそうなってるわけだね、おばあちゃんといるからね。だって今はもうそれが大体3世代同居はほとんどいなくなってしまってる。そうするとね、若大将の中をもっと細かく見てると、おばあちゃんが振り回す明治の価値観、お父さんが振り回す大正の価値観、で若大将がいや俺たちはこうなんだよっていう戦後世代のね、昭和の価値観、まあ厳密には若大将は戦中生まれなんですけどね、80何歳だからね、61年の大学生っていうのはもう大体そうなわけだね、戦争終わった頃5歳だぐらいだった人たち、でもあんまり記憶がはっきりしたから、そう、まあ、もちろんだから戦後世代ですよ、いい、戦後世代ですよ、戦後生まれじゃないけど、戦後世代ですよ、だから戦後世代とお父さんはいわゆる戦中世代、おばあちゃんはこうだ、そういう人たちが常に一緒に暮らしていて、で常にその価値観をぶつけ合っている時代だったわけですよね。でそれは若大将シリーズの裏 その見た目の派手な、ああこういうのが出てきたよ、スポーツやってるよとか外国行ったよっていうこととは別に、どっちが出て、ああの時代はこういうふうに少しこうどう言ったらいいのかね、重構造、重なった構造であり柔らかい構造であったりして、その非常にその人間関係が非常に重層的なものだったのに、今はみんな単純みたいな感じになって、その昭和世代の親と平成世代の子供でそんなに価値観がそう極端に対立するわけでない、だって50年あんま変わってないんだから、変わってないし、まあ多少は変わってるんだけども、もう押し付けないっていう、押し付けないですよね、押し付けないですよね。多分あなたのご両親もご両親に違う価値観を持ってらしても多分押し付けない、押し付けなかったですね、ですよね、だからさ、職業選択の自由とか結婚の自由とかいうのがまだ完全に自由になってないわけですよ。でもそこから先はもうなっちゃってるから、ね、まあ、変わらない、大きくは変わらない。若大将だって根本的にはお父さんからすれば、お前このすき焼きは継がなきゃダメだろうと、やってんじゃないか、ちょっと出てこないけど、おばあちゃんの旦那さんっていうのはもう死んでるけど、その後を継いですき焼き屋やってるわけでしょ、だから当然お前も継ぐよねって言ったら、いや俺はそんなのやんねえよとかって外国に行ってやっちゃったり、だからしょうがないからっていうと、また結婚の自由って、まあ、恋愛してるけど、若大将の妹に、若大将の友達の江原達義っていう人がやる、若大将のマネージャー、部のマネージャーが、まだ君が見てる部分ではなってないけど、妹と結婚して店を継ぐのよ、でつまり誰かが継がなきゃいけないっていう考え方とか、その場合にはもちろん
これは押し付けられた結婚ではない、ないちゃんと恋愛してっていうことにはなっているにしろよ、うんうんうん、誰かがやっぱりこう、あ、これでうまく収まりましたね的な話になるわけでさ、そう、 うまく収まらなきゃいけないわけですよね、うんうん、だからそういうものが今は全くそういうのと関係なく、うん、親に結婚反対されたなんていう話なんかまずないだろうし、ないですね、職業だって親がこれになっちゃいけないなんていうこともなく、うん、ない中でやってきて、そう、親の世代もそうだから、うん、そうなってきてしまってる。だからその価値観が対立するっていうことはその確かに子供世代にとっては辛いんだけど、うん、でもそれは果たしてそのそんなのがなくなっちゃうことが完全に良かったのかどうかっていうことには、うん、にもなりますよね、おそらくね、うん、なんか聞きたいこととかあるんだって あれは何なのみたいな質問をいっぱい考えて、質問考えてきたんですけど、うん、若大将、だけどあのそうか、ただで見られるっていうのがあるっていうのはやっぱりそれだけ人気のある映画なんでね、そういうことでしょうね、うん、あのそのアマゾンプライムに入ってるっていうのがね、っていうよりだって男はつらいよなんかはだってテレビでまだ放映す、うん、されて見られるぐらいだもんね、うんうん、何今ちょっとパッと思い浮かばなかったんですけども、うん、そのやっぱり世代の価値観のぶつかり合いがないという弊害っていうのは何かあったりする。いや弊害っていうと問題があるけどぶつかるのは本当はいいもんね。でも ぶつからない方がいいには決まってるけど、うんうん、ぶつかることによっていろいろ考えたり、うん、これを相手に分かってもらおうと思ったりとか、うんうんうん、いろんな問題が出てくる、あるいはその困難をどうやったらあの自分を納得させられるだろうか相手を納得させられるだろうかみたいなことを考えるっていうことかな。うんうん、だから若大将の場合なんかはあんまりそんな悩みがないないですよね、まあ、うまくだから物語の中でうまく調子が合うわけですよね、うん、でもそれ以外の映画だとやっぱりそういう問題はどんどん出てくるし、うん、その結婚反対されてっていうストーリーはもう嫌というほどあるし、うん、みたいなことが あって、はい、あの若大将だってあの実は71年って後半69年からかいくらなんでもこんな長いこと大学生活を送ってるわけいかないから就職するわけだよ10年ですもんね就職する若大将っていうのが出てくるとこれがまたねある意味その70年頃の、うん、新しい日本の会社のあり方、その前に社長シリーズなんていうのがあって、うん、もう本当にその典型的なあの森重久彌さんの森重久彌が社長やって、はい、つまり本当にもう絵に描いたようなセクハラ当たり前みたいなその昔の、うん、昔のもう家族的経営の会社みたいなのから70年頃になってくると外国ともいろいろ取引しなきゃいけなくなってくるから、うん、そうもいかなくなってで企業が変質していくなんていうのもそこには出てきたりもするんですけどね、うん、でも結局のところ若大将は恵まれてる話だから実は若大将シリーズが終わってからその手の映画っていうのはない、うん、あってもこんなシリーズになるような人気を博さない、それは時代なんですよね、うん、もうみんながそこまで来ちゃったら今度はそこの中でどういうドラマを見ていくのかっていう話になってきて、だって必ず最後はさハッピーエンドになるっていうのは決まってる、もうそれお約束なわけだし、あの君が見た時代だと星百合子さんがヒロインだけど星百合子が若大将の他の女性との関係を疑って大嫌いって言われて、大嫌いって言われたからがっくりしちゃって、それでスポーツもうまくいかなかったら誤解が解けて頑張ってって言われたらわーってこう優勝しちゃう、そしてめでたしめでたし的な話、これはねちょっと長いあれになるけど、後半は堺和歌子がヒロインになっていくわけですよ。あのそのサラリーマン時代になってるぐらいから、はい、そう社会人編からだいたい堺和歌子なんだけど、そうすると社会人編になるとそんな単純な話じゃないから、うん、スポーツよりも仕事がうまくいくかどうかっていう話になってくる、うんうんうん、それでしていくと、まあ、堺和歌子はそんなに簡単にあのプンと怒ったりはしない、うんうんうん、まあ、ちょっとそれちょっと誤解してちょっとなんかおかしいかなと思ったって、まああなた頑張ってみたいなことを言ってくれるみたいになるとかね、なんかそういうその
もう時代がそういう単純に勝者敗者っていうふうに、つまりスポーツっていうのは必ず勝つ人と負ける人がいるわけだけども、そういうふうに単純に勝ち組負け組みたいな話じゃないんじゃないのっていうこと。それはだから競争社会から共生社会へっていう流れができてくることと関連してるんですけどね。まあそれとそもそもの若大将シリーズの特にその星売り子編ぐらいまではその女性はもう全然若大将を引き立てるための存在でしかないんだもん、うんうんうん、そのジェンダー的にはもう全然あれの話じゃないわけですよ、うん、そうだからこの頃っていうのはだからそのやっぱり家制度、これは寺脇さんもあのこの中で書いてらっしゃるのがやっぱり家制度っていうのはそのある意味では、しっかり枠組みがまだ崩せなくて、そしてだからその映画の中でもさっきのそのすき焼き屋の、を今度あの弟夫婦がねうまくこう続くことになって長寿が合うっていう、やっぱりそういうあのハッピーエンドで、だんだんそれが、家制度から、まあ、ある意味では皆さんこうあの解放されて、今度はあの核家族的なあのところに移ってきてるっていうね、ふうに寺脇さんご指摘されてるんだけども、多分本当にそうだろうなっていうね、その辺が今あの70年代の新しいある意味では家庭、像になっていくのかなっていうねのをやっぱり反映してるんでしょうね。若大将のお父さんはさ、何かっていうと感動だって言うじゃない。言いましたね。で実際何回も感動されてんだよ、はい、初期の頃は、うんうん、その学生時代は、ね、はい、感動されて、うん、感動ってどういうことか分かったの。もう延期ってもう敷居また出せないってです、うん、だから要するにさ、金を出してやんないということではないんだよね。もちろん出さないんだけど、はい、金を出してやんないよっていうのはあると。そのお前俺の言う通りしないんだから、うんうん、金出さないから自分でやれよ、うん、それこそ自助、うん、しろよじゃないわけよ、うん、もう生きていくことも許さない、俺の視界から消えろっていう話なわけね、うん、それは家制度を否定するものは、うん、もうこの家とは縁を切れっていう話。もうだから感動なんて完全に死後で、今そんなこと言う人いないよね。ないですよね。だからいや言いようもないもんね、言いようがない、まあ、そういうがないから。だから昔はだからそれこそもちろんあの戦後で民法も全部変わって、うん、あの相続っていうのももちろん均等になるんだけども、でもそれまでっていうのは長男しかやっぱ家は継げなかった、財産継げなかったっていうのがあるし、それがお墓もそうですよね。だからそういうのは全部セットになって、だから感動って言われたら本当に多分あの身も震えるような大変な恐ろしいですね。一人で生きていかないといけない、うん、そうそうそうというね。しかも一人で生きていく全部あの、孤立無縁になるって、だからお墓もなくなっちゃうみたいなね、そういうことと結びつい、多分イメージが結びついたんでしょうね。もう今大体もう測ってなくていいよねっていうね。だからあれだけども、多分この60年代ってのはまだその古いあの時代の、だからもちろんあの全部変わってるのよ、あの戦争ね終わってから全部日本の、あのある民法は変わってるんだけども、それでもやっぱり変わったからかあの法律が変わりました、あそうですかっていうもんじゃないじゃない。そんなすぐ切り替わらないですよね。そうだからお墓を守るとか土地を守るとか、そういうことは全部、ひっくるめて家制度だったわけだから、それがやっぱり10年ぐらいはずっと続いて、まあ、71年になるとだんだんそっちの勢力の方が弱くなっていったってことなんでしょうね、うん、まあ、だからあれだよね、それこそ平成生まれの木村君たちの世代からすると全然知らない世代でも、うん、そのルーツ、結局君らのルーツはそこにあるわけだよね。ルーツっていうか、その過去は全然切り離されてるわけじゃないわけだから、うん、さっき吉田さんがあの先週っていうか前の番組の時言ったみたいに、その君のおばあちゃんはグループサウンズを聞いてたわけだし、こうやってこうだ、うん、でそのおばあちゃん世代は、私ら世代はそれは自分の経験として感じてる、で自分たち、君たちは経験してない、経験してないからといって君が今いる自分とそれは、うん、なんていうのかな、切り離されたものではないっていう、うん、だから例えば時代とかご自分の中でも何か、なんでこれ自分はこういうふうに考えちゃうんだろうとか、なんで日本の社会ってこういうふうに考えちゃうんだろうっていう時に辿っていくと、多分3代ぐらいまでは実際おじいちゃんおばあちゃん、そのおじいちゃんおばあちゃん、ひいおじいちゃんおばあちゃんぐらいまでだってひょっとしたら辿れるわけじゃない。そうですね。あるいは生きてらっしゃるっていう100歳時代になってるわけだから、そうすると実際聞いたり、あるいはあの
その時代っていうものの空気っていうのは多分つかめるんじゃないかな。そうするとなぜ自分がこういうものの見方をするのか、その時代のいろんな社会のものとこういうふうにぶつかってくるんだろうかっていう時に、そこまでたどるとなんか自分のこう成り立ちの一部が見えてくるような気が、新しい発見がありますよね、うん、と思いますよね。まあ、これは若大使は楽しい話だからあれだけど、うん、私もここもう十何年毎年平和に関する作文のコンクールの審査員をしてるんで毎年こう読むわけですけどね、ついこの間も今年の読んだらさ、小学生中学生高校生がまあ書いてる見てると戦争の話書いてきてるのはみんなひいおばあちゃんとかひいおじいちゃんの話なのね。で彼らはひいおじいちゃんやひいおばあちゃんとさすがに一緒に暮らしました、直接聞いてる話はないわけ。でもそれがそのまあ特に沖縄の子とか長崎の子とか広島の子とかが書いてるのなんていうのは、そのひいおじいちゃんひいおばあちゃんの話を多分おじいちゃんかお父さんお母さんから聞いてそれを書いてくるわけで、それはその作文を書くために取材しようにも取材するわけじゃないんだから、やっぱりそれは日常的にそれがこう語り継がれている。でもちろん子どもたちにとっては戦争なんか見たこともないし聞いたこともないし体験したこともない。だけど今僕がここにいるのはその時戦争でひいおばあちゃんが助かったからだよねみたいなことを子どもは考える。だからそれはつながってるってそういうことだと思うんですよ。その時代は知らない、生まれる前のことです。生まれる前のことだけど、なんで自分が生まれたかっていうと親がいて、じいちゃんばあちゃんがいて、これがいて、ずっとずっとずっとっていう話になってくるよね。だからもう戦争、それこそ戦争を知る世代が、それは100歳の8万人の100歳世代の人たちは知ってると思うけど、それはまあ少なくなってくるとしてもですよ、そこがきちんとその過去に向き合うっていうことがあれば、そういう重要なことは受け継ぐことが、できるんじゃないのか。なんで戦争を止めなきゃいけない、なぜ核兵器を廃絶、核兵器廃絶条約っていうのになんで、ちゃんきちんとやれよって言えないのかみたいな話が出てくると思うんだな。だからそれはでも今度は逆にことさらに戦争の話だけ昔から受け付けって言われたらやっぱりちょっとしんどい、しんどいですよね。いやいや、そのことやれ、やっぱりトータルで受け継いでいくっていう話なわけであってね。だからそういうなんかものっていうのをこうやって見ていくと、はそうか、なんか今はおばあちゃん、若大将のおばあちゃんみたいな人と一緒には住んでないけど、田舎に行くと、まあ、おばあちゃんまだいるんだよね、じゃあそれはこういう感じなのかみたいなことを知っていくためには、若大将がスポーツで活躍して女の子にモテてる部分だけじゃなくて、私は若大将のホームドラマ的部分っていうのは好きだけどね。で お父さんが偉そうなこと言ってるとおばあちゃんが出てきてさ、あんただってお前こうだったじゃないのみたいな話で、まあだから本当に映画っていうのは単にストーリーを見たりね、まあ、映画の大学の授業でそういう授業も受けたかもしれないけど、これのここを見なきゃいけない、こうしてこうでって、それはそれもあるんだけど、一体そこにどんな時代が映っていて、どんな文化が映っていて、どんな人間が映っているのかっていうことを考えていくとね、映画の面白さはもっと増えると思いますよね。でも映画ってやっぱり必ずと言っていいほど、特にやっぱりこの時代の昭和の映画って必ずやっぱり時代がちょこっとちょこっとというか、やっぱりどっかに反映されてるなっていう気がしますよね。なんかちょっと私具体的に忘れてしまったんですけども、今回この本を羅針盤にというか、こういろいろとこうざざっとこういろんなものを見ていく中で、やっぱり昭和 のアイドル映画の中でもふっと沖縄のねことが出てたりとか、ふっとそれは メインじゃないんだけれども、やっぱり出てくるんですよね。だからやっぱりこの作り手の監督たちはやっぱりしっかり時代を見ながら
作ってるんだなという、つまり、60年というと本当に20年前なわけですよね。20年前にまだ戦中だったっていうね、そういうその記憶、今こうやって落ち着いて、どん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 行動成長で、みんな楽しい方に行ってるけれども、まだ、その記憶が、あるいはそれを引きずってる人いるよっていうことをちょこちょこっとね、その登場人物とか登場人物出身だとかで、ちょっとこんなことがあったよねみたいなこと、やっぱりそういうセリフが差し挟まれてるなっていう印象をすごくしました。本当に時代っていうのは正面切ってね、まあ今だって時代のことは描いちゃいるんですよ、東日本大震災のことを描くとか、そういうのはあるかもしれない。だけどね、それをダイレクトに描いていくと実は本当に描けてなくて、普通に話したらどっかでさ、そういえば仲間でわー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 いう物語があって、でも あいつはそういえば東日本大震災で親を亡くしてるんだよねみたいなふうにふっと出てくると、あ、そういう時代だったんだねってなるけどね、その何かだけを描くとそれに直接関係のない人たちにとってはあんまりピンとこないものになってくるっていうことだと思うんですよ。だから長崎の、広島の原爆の話だって、海は振り向かないっていう映画なんかは、彼女が実は被爆者だったっていうことが途中で分かったりする、でもそれは普通にこうやっていってて、あ、実はっていうのが出てくると、あ、やっぱりそういう時代が背景にあるんだなっていうのが見えてくるんじゃないかと思います。でもお時間がいい時間なので、最後にまた告知をさせてください。子どもたちをよろしく1万人突破記念特別上映が10月6日夜6時から新宿ピカリティで開演します。で、役者の寺木さんもいらっしゃる、ぜひ直接お会いしてまた、お待ちしております。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。